むくんでる。顔がむくんでます今日。すみません。寝起きで顔がむくんでます。そう、ね、地震大丈夫でしたか皆さん、あ、今日誕生日です。地震の誕生日、今日誕生日だね。誕生日の歌、もうちょっとした歌をね。こんばんは。なんか本当に今日やっぱ寝起きはダメですね。まあでも起きて1時間ぐらい、1時間以上も経ってるけどさ、9時ぐらいに多分起きたから、寝起きに近いのはダメだね。結構揺れた？関東もなのか。なんか最近本当に地震多いな、なんか、怖いよね。皆さん自分の身ちゃんと守ってくださいね。ウイちゃんめっちゃ久しぶりだ、嬉しい。やっほー、こんばんは。関東も揺れたんだ。神奈川も揺れたって。怖いな。なんかね、本当になんか最近多い気がするね。福島もちょっと前に地震あったしね。こんばんは。今日久しぶりに夕寝した。夕寝した、久しぶりに。なんかすごい疲れてたのかな。なんかね、一昨日かな、お友達とお泊まりした日に、親友ちゃんとお泊まりした日に4時に寝たから、多分それがいけなかったよね。言うね、お昼寝っていう時間じゃないもんね。なんて言えばいいんだろう、言うね。え、ういちゃん覚えてるに決まってんじゃん。もちろんもちろんだよ。残業続きでなかなかみんな残業か、頑張ってるんだね。応援してる。ありがとう、来てくれて。今日も残業してんの？ね、お昼寝めっちゃ気持ちいいよね。わかるわ。久しぶりにしました。あ、もう誕生日の歌歌っていいと。まだ203人しかいないけど、じゃあ歌いましょう。せーの、 Happy birthday to you、 Happy birthday to you、 Happy birthday dear しの、 Happy birthday to youしのお誕生日おめでとう。いつもショールーム来てくれてありがとうね。また会える日楽しみにしてる。ありがとう、おめでとう。久しぶりに誕生日の歌歌った。いいもんですね、やっぱりお誕生日って素敵だ。今日はもうお仕事終わった。じゃあもうゆっくり見れるかな。たっぷりお話しよう。海とゆかりん、明日成人式ね。そう、明日できるみたいで、皆さん配信17ライブさんかな、配信見てください。よかったよかった、お誕生日。
ドゥ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 。今日ね、いとこの誕生日なんだ。一緒だね、だから。なんか最近ね、本当に暖かくなってきた気がする。めっちゃ暖かくないですか？最近暖かいよね。関東とかも暖かいのかな。あ、いとこさんおめでとうございました。ありがとうありがとう。そう、まだ中学生かな、中学生なんですけど、そう、お誕生日ですね。ラスト20代じゃん、しのね。楽しまんと。私と10個違いかな。10個違いやね。そうよね、10個違いだね。そう、めっちゃ高い。え、そう、お昼やっぱ長袖一枚でいけるよね。わかる。え、なんかね、お昼ね、長袖一枚でもいけるし、もう下手したら半袖でもいけちゃうぐらい。いや、もうすっかり春だね。え、もう冬は終わったよね、さすがに。もう冬って感じしないもん。みんな今日何してたんですか？今日土曜日だよね。なんか今日土曜日って感じしないな。日曜日って感じ。ねえ、桜咲いてるよね。最強だよ。あ、私半袖ですよ今日。半袖です。半袖着てる。なんか暑いんだよね。夕寝してたからかな。なんか体ポカポカでさ、あの長袖暑いかなと思って半袖に着替えました。わあ大変。今日みんな何してたんですか？ちょっと待って、これ動いてますか？なんか最近よく止まっちゃうからさ、止まったら教えてね。みんな土曜日何すと？いつも。動いてるよね。今日も Wi-Fi 悪い？止まってる？もしかして。あ、宮崎で YouTube 配信してる人も毎日半袖だって。毎日半袖？冬も？いや、さすがだね。あ、動いてる？よかったよかった。布団干した。おー、いいねいいね。いい天気の日に布団干すの最強。お仕事、お、ずっとなんか食べてた。何食べたと？わかった、ドーナツでしょ、ドーナツでしょ。ドーナツのイメージしかないからね、もう。お、カウントありがとう。いや、なんか土日もさ、お仕事、本当にお疲れ様です。
マグロさん、ヤッホー。なんか今日あれだな、後ろ髪がよくうまくいかない日だった。ドーナツ、お刺身も食べたってえ、ドーナツでしょ、きっとドーナツだよ、きっとドーナツのイメージしかないもん。いいね、お刺身、お刺身食べたいな、お刺身食べたい、お筋もいいな、うん大好き。お、ポクレンパサランさんだ、こんばんは。あ、皆さん755気をつけてくださいね皆さん755 うん、お腹が破裂しそうって。おう、いっぱい食べたのかな、何食べたと、友達と、お友達ちゃんと何食べたの、美味しいものいっぱい食べたんでしょ、偽物なのって。あ、察してくれましたかな。え、待って、755調子悪いよね、どういうこと、ちょっと分かんない、すればちょっと教えてください。うん、ピンクカムロさん察してくれたかな。九州味のかっぱえびせん、どんな味、美味しそう。なんてコメントしたら返事来たと。星見を見たい、お友達とも食べたし家でもご飯食べたって。友達と親子の家でアペパランチ、おお、いいじゃん、親子の、待って、親子の今日近いもの私も食べたな、うん、そう、皆さん755気をつけてくださいね、うん。かっぱえびせん甘くてまろやかだったね。ね、かっぱえびせんといえばね、私あれが好き、ね、コンビニに売ってるかっぱえびせん、755のコメント欄がおかしいよ、嘘、え、どういう風におかしいの、どういう風におかしい、うん、気をつけてくださいねコンビニのカンパイ店どれのことってあ、もう消えてる、あ、もうあれ消えてるんだ、本当に、そうです、あ、もう消えてるんだ、偽アカウント、うん、偽物なのでね、え、本当に偽物ダメですよ、なりすましは、皆さんなりすまししないでくださいね、うん、そう、あ、もう消えてるんだ、うん、よかったよかった、でもそうね、確かにね、公式マークがねないからね、まあ判断つきにくいところはあるよね。327日ありがとうございます。そう
そうなんですよ、偽物さんなので皆さんご注意。そう、もうなんかね、もうなんか明らかにね違うってわかるコメントがあったもんね。そう、普通のかっぱえびせんかな、え、なんかね、なんか違うよ、なんか味は一緒、味は一緒よ、味は一緒だけど、なんか普通のかっぱえびせんってさ細長いじゃん、細長いじゃんか、普通のやつは。でもコンビニのは横っぴろいの、うん、こんぐらいかな、普通のがこんぐらいだったらこんぐらいかな、うん、横っぴらい、あ、うん、横っぴらい、横っぴらい、そう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 、合ってるね。本物ですってコメントしてたんだ。まあそりゃ本物ですって言うよね。うん。そう。え、今日のコメントの下が3月15日のコメントになって。ね、待って、ね、やっぱさ、やっぱりそうなのかな、みんなコメントを他に知ってくれてますかね、なんかちょっと変だなって思ったり、いや変じゃないのかなって思ったり、なんか不思議だよね。宮崎もあったかいの、あったかいです、あったかいです、うん、ちょっと肌寒い日もあるけど、やっぱね、やっぱさ反映されないコメントあるってこと？やっぱそうだよね、なんかちょっとだけね変かなって思ったけど、なんかやっぱそうだったんだ。はじゃあ反映されてないコメントがいっぱいあるってこと？皆さん送ったつもりでも私にはまだ届いてないコメントがいっぱいあるってことか。あ、他のメンバーのもそうなってるっちゃ、なんやろ、755さんどうしたんだろう、調子悪いんかなね、うん、へえ、何？あ、飛行機さんだ、こんばんは。NHK でミキの漫才見てた。あ、ミキさん。ミキさんさ、最近ドラマ多いよね。あれ、ボス恋も出てたもん。うん。こいつも二人とも出てて。ね、あの、ん？うんうん。こいつも出てて。そうだよね、そうそう、この間もボス恋二人とも出てたもんね。亜生さんが主に出ててみたいな、なんかボス、あのこいつずは、このこいつず、このん、恋は続くよどこまでもは、こいつずはお兄さんの方が出てて主に、で今回逆だったね、亜生さんが出ててみたいな。面白いよね、仲いいですよね、うん、すごい実際時間差で届くっていうのあるみたい。あ、時間差で届くコメントがかな、うん、あ、時差ありで届くっちゃう、なるほど。ケンシロウさん、今日無事に大学卒業できましたって、おめでとう、おめでとう、社会人になるんだね、じゃあ次から。
寝る前に気づいてよかったと。来てくれて嬉しい。漫才いいよね、なんか元気出ますよね。森七菜さんのスマイルが今は頭から離れません。今日スヌリータ流れも頭スマイルが流れてる。森七菜さんの歌い方が本当に可愛い。11時から電車に乗って疲れたって。疲れるね、朝早いね。え、もう23時昴生さん、確かになんか亜生さんめっちゃなんかね呼びやすい。なんでだろうね。名前って大事だね。なんかさ、漫才もできてさ、あれだよね、ドラマにも俳優もできるみたいな。俳優でいいよね。俳優もできるってなんかさ、天才じゃないですか。超天才。しかも漫才面白いじゃん。いいね、なんかさ、家族にあんな面白い二人いたらさ、明るそうだよね。ご飯食べるときとか食卓明るそう。白ふみどりさん、宮本浩一さん、こんばんは。俳優さんは漫才の役ができる。そうね、漫才の役、あ、そういうことか。確かに、そうね、漫才の役、本気で漫才すればいいもんね。何、昴生さんに何だろう、生まれる、何だろう、何、そういうの見てみたいってさあ、眠そうだねって。いや、私夜何夕寝して9時に起きたからちょっと眠いし、ちょっと声枯れてる、なんかわかんないけど寝起きって感じの声してるね。でも起きてるよ、私バッチリ。そう見えるけど、お刺身たくさん食べたから今度はドーナツ待って、今からドーナツ、大変大変忙しい。種類は、オールドファッションじゃなかったっけ。なんか仲いい、何、芸能人さん、なんか芸人さんも、なんかすごいよね。だって画面上でも仲良くてさ、まあ、実際わかんないけどさ、まあ、実際もきっと画面上で仲良くて仲いいでしょね。ブーって嘘やん、ワールドファッションじゃないと。ポンデリング、ポンデリングどう、アドルサラの見てみたい、見たいねって。嬉しい、待っててください。会えるかな、森さん会える
来られますか？今度。ブブって嘘やん。ちょっと待って。どうなってやろ？ミスタードーナツじゃないと。え、ミスタードーナツじゃないと。え、ポネリングとオールドファッション違かったら。なんやろな。エンゼルクリーム？あ、わかった。フレンチクルーラー。どうだ。ポネリング。ポネリングの発音かわいい。ポネリング。え？ポネリング。ちょっと待って、ポネリングにさ、発音とかあんの？発音とかあるんだ。嘘だ。ちょっとポネリング言ってみて。あ、言ってもダメだ。もう、本当に言ってみてとか言っちゃうんだよね、私。返事返ってこないのに聞いちゃう。なんか会話してる気分になっちゃうんだよね。音声機能欲しいわ。うん。トゥトゥトゥ。ミスド以外にもドーナツあるけどってあ、フレンチクルーラー正解。ちょっとフレンチクルーラーはあれだわ、一番目には名前出てこんわ。ポンデリングでしょ。うん、ポンデリング絶対違う。それ夢やちゃん読んでみたけど絶対違うわ。ポネリング好きって。ポネリング好き？私もポネリングが一番好き。ミスタードーナツだったらね。うん、なんじゃこりゃ大福しかないかと思ってたどういうイメージ？宮崎どういうイメージそれ。うん、あ、イントネーション、イントネーション違うって。あ、イントネーション、ポンデリング、ポンデリング、うん、ポンデリング、ポンデリング、うん、ポンデリング、ポンデリング、ね、ポンデリング、どういう発音なの？ポンデリング、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 ポンデリング。いや、ポンデリングでしょ、普通。もう分かんない。教えてよ、みんな。でもまあ、可愛いって言ってくれるならいいよ。あ、本当の発音あるんだ。ちょっと分かんない。フレンチクルーラー食べたから次は一番好きなの食べます。ミス、あ、あ、ミスドじゃないっちゃ。ミスタードーナツじゃなかったんやね。え、それフレンチクルーラーって他のとこにもあるんや。定番のオールドファッションとフレンチクルーラーが好き。あ、いいね。私ね、ポンデリングとフレンチクルーラーが好き。ポンデリングとフレンチクルーラー。いや、オールドファッション美味しいよね。わかるわ。夜に笑わせないで。嘘、笑わせるようなことしてないよ。チョコリングが一番好き。お、なんかあれだ、珍しくない？一番に出てくる。そういえばそれこそこの間何やったっけな、なんかの番組でね、あれいつやったっけな、3日前ぐらいかな、3日前ぐらいの番組でね、あのドーナツのランキング1位から10位で上位 5位まで当てるやつやってて、オールドファッションね、
なんか8位か9位とかだった気がする。なんか1位がなんか意外だよね、オールドファッションとか3位以内に入りそうじゃん。1位はやっぱねポンデリングだった。うん、あフレンチクルーラーを見せたドーナツか、これから食べるの違いです。すごい、いろんなところの何あれ買うんやね、ドーナツ。まあでもドーナツ今いろんなとこ売ってるからね、コンビニにもあるもんね。チーズドッグ、あ、チーズハットッグのことかな。チーズハットッグとかもずっと食べてないや。サンドイッチと同じイントネーションでポンデリング行ってみて。待って、サンドイッチってさ、私そもそもサンドイッチのイントネーションじゃあ合ってるかな。サンドイッチ、サンドイッチ、うん、サンドイッチ、え、サンドイッチとさ同じイメージでさポンデリングって言える？ちょっと待ってね、サンドイッチ、サンドイッチ、ポンデリング、ポンデリング、サンドイッチ、ポンデリング、どうだ合ってる？サンドイッチ、ポンデリング、サンドイッチ、ポンデリング、サンドイッチ、サンドイッチ、ん？サンドイッチ、ポンデリング、サンドイッチ、サンドイッチ、ポンデリング、ん？サンドイッチ、サンドイッチ、サンドイッチなのかな？サンドイッチ、ポンデリング、サンドイッチ、ポンデリングになの？ちょっと待って、サンドイッチ、ポンデリングえ、わかんない待って、サンドイッチの発音ってさ、サンドイッチ、サンドイッチ、どっちが合ってんの？私は普通サンドイッチ、サンドイッチ、サンドイッチ、ポンデリング、サンドイッチ、ポンデリング、サンドイッチ、あ、やっぱ合ってるっちゃ。よかった、サンドイッチ合ってる。あ、よかった、サンドイッチ、ポンデリング、サンドイッチ、ポンデリング待って、上上がるんだよね、上がるってよね。だからサンドイッチ、サンドイッチ、サンドイッチ、ポンデリング、サンドイッチ、ポンデリング。待って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 、どんどん面白くなっていくとかさ、イントネーションがすごくおかしくなってるって。え、どれが正解なの？ちなみにこれ正解あったのかな。サンドウィッチっていう人はいないよね。サンドウィッチ、サンドウィッチ合ってる。え、サンドポンデリング、ポンデリング、待って難しい、待って、勉強中なのに集中できないで、ごめんごめんごめん。サンドイッチ、ポンデリング、サンドイッチ、ポンデリング、サンドイッチ、ポンデリング、難しい、合ってた合ってましたか？絶対でもこの練習したから、あの正解あると思う。だかな、絶対ね合ってる自信しかない。笑いすぎて眠気が飛んだ、もう笑うことしてないって。地方によ、地方でイントネーション違うの？え、いや待って、イントネーションある？サンドイッチとポンデリングだよ、一体一緒だって。サンドイッチは何が好き？マヨネーズが入ってないなら大丈夫です。
BLT が好き。今度会った時に教えて、ね、あ、そして楽しみにしてる。飛行機さんに私習います。皆さん、はい、飛行機さんに習いますね。だからまた言えるようになったら、言えるようになったっていうかもう言えてるんですけど、多分ま上手に言えるようになったらまた言います、ショールームで、うん、大阪は上に上がる。大阪なんて絶対違うでしょ。サーノンのイントネーション好きだからそのままでいいよって。待って待って待って、それはどういうあれかな。もうこのままでいいよってことか、うん、ありがとう。ファミマの言い方はファミリーマート、ファミマ、ファミマ、ファミマはファミマでしょ。プロのヤッホーってヤッホーなさん。ポンデリング、え、ポンデが上がる、リングが下がる、ポンデリング、ポンデリング、え、ポンデリング、あ、ポンデリング、ポンデリング、え、ちょっと変じゃない。ポンデリング、ポンデリングだよもう、うん。マクドナルドはマック派、マクド派、マックです、マック派、マック派、みんなどっち派。あ、そう、ひめちゃんよくわかってる、 BLT サンド好きって書いた、うん、じゃーん、ドゥドゥドゥ、宮崎が首都になれば、宮崎首都だからね、日本の首都だから、宮崎首都だから、みんなついてきてね、うん、矢口もかさんって会ったことある、佐賀ツアーで会いました、はい、あ、会いました、最初の正解、ポンデリング、ポンデリング、いやこれ絶対違うって、絶対違うと思う。関西はマクド、いや私マック派ですね。サーノはマクドとミスドどっちが好きですか。うん、マックとミスド、ま、待って待って、マックとミスドって全然違くないですか。それ気分じゃない、気分気分、うん、でもどっちだろうな、いやー超迷うねこれ、マックかな、うん、マックかな、何でもあるもんね。何ドーナツ食べたでしょ、何ドーナツ食べたでしょ、うん、オールドファッション、どうだ、ポテトはマック派、ケンタ派、ね、ケンタッキーってさどんなポテトだっけね、普通のポテトだっけね、マック、私マック派です、はい、水森ちびこさんこんばんは、嬉しい、こんばんは、花火さんこんばんは、乱切りポテト、あ、乱切りポテト、乱切りポテトだっけ、普通の細いやつじゃないっけ、あ、んー、どんなやつ、そう、ポテトの話、あのマックとケンタッキーどっちが好きって言われたから、マックかな、あ、マックって言うんやって、マクドっていう、あ、関西じゃもないね、どうやっちゃろう、分からんけど、
セブンイレブン、セブンイレブン、セブンイレブン、セブン、セブンイレ、セブンイレは言わんの、うん。あ、関西か。関西ならマクドって言うんですよね。うん。ショールームで習ったわ。うん。私も即答でマック派だな。うん。だってマック一番食べるよね。頻度的に。ホットスパー。ホットスパ、ホットスパ、ホットスパ、あ、ホットスパじゃないの？ホットスパって伸ばすんだ。ねえ。マックいいよね。マック派だ、私も。ケンタッキーのポテトめちゃくちゃ美味しいって。ケンタッキーのポテトさ、なんか、まあ、ケンタッキーのポテト、ポテト？ポテトじゃない、ケンタッキーでポテト食べることないな、あんまり。どんなポテトか覚えてない。待って、駄菓子屋のアンドーナツ、待って、アンドーナツとかもう、あれだ、思いもつかんやった。なんかもう、どこにでも売ってるドーナツといえば、うん、オールドファッションとかかなと思って。何？真面目理学園のステージって何時間あるんかな。帰りのバスが、あ、そうだよね、バスあるよね。バスとか帰りの手段あるよね。え、何時間ある、何時間あるんだろうね。私もちょっと把握してないです。あ、待って、それさ、何時から何時って書いてないですか、ホームページ。うん、ちょっと見てみて。あ、乱切りはサブウェイ。あ、サブウェイ確かに乱切りかもな。え、全然いいよ。サブウェイだっけあれ。なんか粉末かけて、粉末っていうの、粉かけてなんか味変えるやつ、味変えるんじゃない、味つけるのか。ケンタはビスケットが最高に美味しい。ケンタって言っちゃう。ビスケットって何？あ、なんか聞いたこと、なんか 見たことあるかな、なんかで。うん、わかんない、どうなの。ビスケット。オールドファッション、待って、お昼に午後で、待って、もうね、午後も食べたらね、何も食べれなくなっちゃう。2時間ぐらい？あ、2時間なんだ。あ、調べてくれたのかな。何時間かは分かんない、私も。ステージってあれだよね、舞台からのライブまでの長さってことでしょ。ね、どんぐらいだろう。ケンタッキーは甘いよって。ケンタッキーはね、クリスピー、クリスピーが好きかな。ビスケットはビスケット、メープルシロ、メープルシロップと一緒に出てくる。うん、美味しそう。数日前にケンタ食べたけどチキン食べなかった。珍しいね、それ。ポケットの中にはビスケットが一つ、なんだっけ、なんちゃらたたくとビスケットは2つ、あ、もう一度かな、うん、
今日ポケットがないな、洋服に。あ、もう一つか。ポケットの中にはビスケットが一つ、もう一つ叩く、なんか違う気がする。もう一つ叩くとポケット、ビスケットは二つ、三つ？なんかちょっと分かんなくなってきた、歌が。ポケットからキュンです。何落としたの？キュンです。君のくれたキュンです。なんだっけ？なんちゃら言えなくて旬です。あ、合ってる？あ、ちょっと？ポケットの中にはビスケットが一つ、もう一つ叩くとポケット、ビスケットは二つ。ポケットが増えそう。ポケット増えそうよね。ポケットが増えそうよ。そのビスケットじゃないんだよなって。ケーキみたいなビスケット。あ、なるほど。なるほど。柔らかいんだ。キュンです。そんな不思議なポケットは三つ。わかんない。適当に歌った。ごめんなさい。なんかあった気がする。サナに会いたいって。ね、会いたい本当に。え、止まった嘘やん。止まってます？水森しびこさん、いつ来てくれるの？みんないつです、いつ行きますか？いつ当たりましたか？待って、これ独り言？もしかして、ちょっとコメント止まった。絶対止まってるでしょ。止めてるでしょ。待ってるね。きっと止まってるから待ってるよ。寂しく一人で動いちゃうよ。嘘や。よかった、動いてて。サラノン動き出しました。2日か、4月2日か。なるほど。私2日いるっけ、わかんない。私2日いますか。少し戻ってるって。2日ライブある。スコーン、スコーン、スコーンみたいな感じ。絶対好きじゃん私。28日か。28日ね。3日。あ、2から4がライブか。2、3、4。あ、じゃあ会えるんじゃない。うん、会えるかも。うん、会えると思う、会えると思う。うん、楽しみだね。あ、前夜祭か、2日が。で、4日じゃあ後夜祭かな。じゃあ会えるかも。うん、それじゃあスコーンがねえ、スコーンメールに書いたじゃん、ハマってるって。今日ご飯メール送った、送りました。今日ご飯メール送りました。読んでください。あ、4日が高野菜か。やった、会える、楽しみにしてるね。初めてではない？楽しみ。
みんな会えますか？私と。楽しみ。なんかに書いたって、もう一回言ってって。あ、スコーン好きって？メールにだいぶ前に書いたよ。うん。カリッとサクッと美味しいスコーン？え、全然違う。スコーンは？え、スコーンってさ、なんか温めると、うん、なんて言っちゃうね、マフィン、パン、マフィン、マフィンに近い、マフィンの硬いもんみたいな。27から28、うん、いいですね。配信、そっか、配信決まったんですよね。27日の1時と6時、4月、あ、じゃあ27日と4月4日のが配信がある。お、皆さんぜひ見てください。うん、え、そう、チョコチップスコーンが本当に美味しいから、あの、それこそセブンイレブンのスコーン美味しいので食べてください皆さん。スコーン焼くと、あ、焼いても美味しいじゃん。私はレンジで15秒チンしますね。ん？ん？待って待って待って。ちょっと待って。ん？ちょっと待って。何と何を私チンするっけ？あ、スコーンは、スコーン10秒だったかな？ 10 秒かもしれない。10秒か15秒。うん。差額応援来か、そっか、じゃあ2回目か。もう1年空いちゃったね、楽しみだ。うん、小池屋のスコ、小池屋さんスコーン出してるんですか。いや、そう、スコーンめっちゃ美味しいから食べてみてほしい。うん、食べてね。セブンイレブンのスコーンおすすめです。はい、あと何かの、何か、何かあったな、覚えてないや。寝そうだね。熊本もね、できる日が来たら楽しみにしててくださいね。会いたいね。自分は去年のリカワ以来ですね。リカワ、そうだよ、リカワも1年経ってるもんね。俺ソラノン初かもって。お、嬉しい、会えるね。お、よく配信見るって。お、嬉しい、見て。なんか夜って目しばしばするのかな、それとも眠いのかな。でも私眠くないんだよね、今起きたから。うん、トリックさん、こんばんは。今何時なんだろう。サノはエコやって、嬉しい。関西弁だね、なんか関西弁なんかたまにキュンってくるんだよね。結構くるんだよね、キュンって。サイファーさん覚えてるよ、もちろん。いつもショールーム来てくれてるもんね。11時33分ありがとう。どうやって応援しようかな。もう会いに来てくれるだけ嬉しい。
楽しんでいってね。サイン玄関に飾った、わ嬉しい、みんなが見れるようにって嬉しいな。関西人多めかも。あ、関西人多いっちゃう。へえ。11時30分ありがとう。11時30分じゃあ40分に終わろうかな、くらいに終わろうかな。何分に始めたかちょっと覚えてないんですけど、まあ許してください。関西人の人手あげて。はーい、私は違います。はーいって、関西人の人手あげて。大阪です。お、大阪。はーいって、サイン会も行けばよかった、来てほしかった、うん、またあったら来て。半分関西人、え関西人なの、嘘、本当に。はーいってめっちゃ多くない、ちょっと待って、関西人だらけ、1、2、3、4、5、5人。あ、今は四国人。あ、なるほどなるほど、もともと関西ってことか。ちょっとあれだね、多いね関西人のか、ファンの方って関西人の方多いのかなね。いいね、関西、関西弁習えるじゃん。初めて空のに行ったって、え、聞いてないよ聞いてないよ、関西人とか聞いてないよ、普通に関東の人かと思ってたわ。うん、明日は高知に行きますって。おー、高知いいね、私高知行ったことないやん、行ったことない。あの中国四国地方、中国四国地方は山口県しか行ったことないですね。お仕事で行ったことないよね、だって、うん、山口県しか行ったことない。山口県は1回だけ行った。うん、ね、半分開催地なんて分かんないよバリバリの関西人です。あ、関東人で、あ、関東人か。もう関西と関東ってさ一文字しか変わんないから、そう、まあ、2文字やっちゃうけど、あのね、最初の文字一緒だからパッと見一緒に見えるんだよね。また来てねって、行く。山口にはそう日帰りで行ったことあるかな。なんかフグとか食べてみたいな、美味しいのかな。お母さんが関西から中国地方、なるほど。そう、高知愛理さんの出身地ですね。そう、高知行ったことないんですよ。高知カツオ、そう有名だよね。私ですか？私はバリバリ宮崎ですね。宮崎県民です。はい。うん。さあ、宮崎も行くって、お、嬉しい。ね、イベントやりたいよね。宮崎でイベントしたいな。宮崎でイベントあったらみんな来てね。待ってるから。カッパーエ、カッパーエルさん、カッパーエルさんになってるかな、カッパーエルさんありがとうございます。こんばんは、宮崎県代表のエビサロンドです。ぜひぜひツイッターもフォローしていってください。生まれも育ちも宮崎です。バリバリ宮崎です。うん、そう、フグは他の地方より安いと思います。なるほど。いや、やっぱさ、なんか他の県、あの、なんか地元のものって他の県で買うより地元の方が安いっていうよね。うん、カツオは春と秋が旬。あ、秋のイメージ強かったわ。春もやっちゃう。うん、宮崎さんのキュウリ食べ始めた。
栄養バランス、おーいいね。みなあ、皆さん、あのあんまり知られてないかもしれないけど、宮崎はピーマン、ピーマンとキュウリめちゃめちゃ有名なので、あの全国でピーマンが1位かな、でキュウリが全国2番目か3番目に、あの生産量多いので、うん、食べてください。はい、おすすめです。はい、あの宮崎は促成栽培なので、そうですね、あの暖かく育つもの多いです。ピーマンとキュウリぜひ食べてください。多分スーパーに売ってるもの宮崎県産多いんじゃない、どうなんだろう。うん、ピーマンは知ってたけどキュウリは初め、おーいいねいいねいいね。キュウリも、あ、キュウリもナンバーワンになってる、本当？近所に宮崎出身の奥さんがいるって、お、いやいい、もうね宮崎ねいい人ばっかりよ。何？促成栽培とか久しぶりに来た、私も促成栽培っていう言葉久しぶりに言った、うん、宮崎促成栽培なので覚えてください。あ、金柑たまたま超有名です、私お家に今金柑たまたまありますよ。うん、あ、お時間です。はい、剥がしされましたので読みます。じゅんさん、おひでさん、ありがとう。12位、ひめあったまーく、さーの FHE 係、ふわふわ方言エクボ係、超略したね、ありがとう。今日は疲れたから癒しの一言ちょうだい。お、ひめちゃん大好きよ、うん、ありがとうね。11位ピンク亀尾さん、ありがとう。10位羽山さん、ありがとう。9位プロスペクトさん、ありがとう。8位ユーアットマークズキーナイトモレミグミさん、ありがとう。7位ギャルスアットマーク7レンジャーさん、ありがとう。6位シナアットマークイチオシーカルーン、20代最後楽しみまして、ハッピーバースデー。5位おめらさん、ありがとう。4位ひでとさん、ありがとう。3位やす1983さん、ありがとう。2位わさっぴさん、ありがとう。そして1位はカズニアットマークサラの一緒やんけ FH 係、ありがとう。フェイスフラン、うん、ファファフォーゲンエクボ係、ありがとう。なんかフェイスブック係と思っちゃう、ありがとう。嬉しい、みんなありがとうございます。はい、それでは皆さん明日もお会いしましょうね。明日も多分夜配信するかなって思いますので、夜起きてたらぜひ見に来てください。明日日曜日ですが、こんな夜遅くに2010人も見てくれてんの嬉しすぎるでしょ。うん、ちゃんと寝てなってありがとう。ちゃんと寝るね、ちゃんと寝ます、ちゃんと寝るけどさ、あの3時間もさ久しぶりに夕寝しちゃってさ、私寝れるかなっていうとこなんだよね。まあ寝ます、私、うん、寝ます、頑張って。はい、それでは皆さん明日の夜も、多分明日夜すると思うから、まあ、見に来てください。はい、いきます、せーの、空のじゃんけんじゃんけんほい、どうですか、勝ちました、寝れないね多分って、寝ます、あはははは、寝ますよ。それでは皆さん今日も見に来てくれてありがとうございました。あー負けた、おやすみ、またね、おやすみー。